その人物は元文化祭実行委員のメンバーに復讐心を持ちうる人物であり、なおかつネットワークやプログラミングに関する高度な知識を持っていてもおかしくない人物なんだ。つまりプロフェッサーの正体は、もうすごいケントでも分かるように丁寧に説明したのにケント分かってない。すべて条件は当てはまる。つまりそう、プロフェッサーの正体は糸倉琴子である可能性が高い。いやー面白いぞー、面白いぞー。 なんでピンときてね今お前のために説明してたのよ。八神と天沢は分かってんだから。いいか、彼女はおよそ半年前、半年前か、その出来事、文化祭実行委員で大きな挫折を味わったんだ。お前がよく分かってるだろ。周りのメンバーは彼女の先制的な態度に反感を抱き、非協力的になり、会議をボイコットまでしたらしい。結果文化祭は失敗し、彼女は不登校になるくらいに追い込まれてしまったんだ。自分を追い込んだ文化祭実行委員に恨みを抱いていてもおかしくない。マジかよ。そんな。ええ。それに糸倉さんは高いコンピューターリテラシーを持っていました。商品として売り出せるくらいのミステリトリック辞典をあっという間に作ってしまったり。あったな、そんなこと。まあそのイベントがあったからロボ部に誘ったんだもんね。ロボット部ではさくらくんのプログラミングの面倒まで見ていました。でもさ、プロフェッサーは裏サイトで模試の回答の横流しとかしてたんだぜ。予備校や学校のパソコンから答案を盗んでたってことだろ。そんなのハッカーとかじゃないと無理だって。いや、そのレベルの技術があったってことでしょ。そのことだけど、一つ気になっていたことがあったの。当時は些細な違和感だったんだけど。あ、何か心当たりか。あのボクシングジムへの潜入の際、押し切さんが押し切不動あ押し切さんじゃない糸倉さんが押し切不動の写真を週刊誌の記事から見つけてきてくれましたよね。そうだっけ。やべえ、そんなに覚えてない。ああ、それ糸倉さんだったんだっけ。ああ、そんなこともあったな。まあ、この写真は覚えてるけど。ですが最近調べてみたところ、あ、もしかして表には出てない写真だったのか。ああ、該当する記事は数年前にクレームがあって閲覧不可になっていたそうなんです。なんだって?ええ。同じ写真が他のサイトにないか探してみましたが、転載された記事も徹底的に消されているようでした。おそらく当時、近江連合が圧力をかけたんだと思います。だから外部の人間が手に入れられるわけがないんです。週刊誌のデータベースに侵入でもしない限り。つまりじゃあ糸倉には高度なハッキング能力まであったってことか。まあ、だってダークウェブにサイト作るくらいだもんな。ええ、おそらく押し切不動の存在は辻殴りの正体に迫る上で重要な手がかりになりました。もしも糸倉さんが押し切君の犯行が発覚し、補導されるよう仕向けていたとしたら、あ、そっか。あれか、手助けしたようだったけど、ああ、全然それでよかったんだ、糸倉さん的には。まさか、そこまで考えて。ですが。でも、私には信じることができません。まあそうだよな、ミスケンの仲間だもんな、今や。だって糸倉さんは天沢にとっては特にミステリ仲間だし。天沢、それなりの時間一緒に過ごしたでしょう。糸倉を呼び出そう。それであいつを問いただして。大丈夫？ケントいて。またゴキブリって言われない？笑い話で終わればそれでいい。ええ、そうですね。いやー、これ呼び出しに応じてくれるかな。糸倉さんだって分かってんじゃない？ミスケンが真相に近づいてるって。それを察して近寄ってこない可能性あるけどな。十分いつもならそろそろ来る頃です。連絡してみます。さあどう転ぶかな。これあ、来た、普通にノコノコ来たわ警戒してるかと思ったのに。天沢先輩、用事って。いや、糸倉さんだって察してはいるはずだけどな。ミスケンがねえ、情報を集めてるって、かなり近づいてるって。さあ、これそのままだ。そういえばホワイトボード、さあどう思うかな。
お、糸倉来たか。お前の意見も聞きたくてよ。プロフェッサーの情報整理してたんだけどさ。実はちょっとお前と話したいことがあってな、この8人の共通点がどうしてもわからないわけよ。教えてもらえるか？あ、糸倉。でもね、今の表情からしてもな、なんかその元々は復讐で始めたと思うけど、やっぱり考え方変わってると思うんだけどな、今の糸倉さんは。ロボ部での活動を通して車崎くんとは実質和解してると思うし、気持ち的にはね。高梨さんだってね、そのパパ活を自分のためにやってたって知った時、やっぱりちょっと今までと感じ方変わったはずだよな。追いかけましょう。後悔してると思う。こっち内側なんですけど、なんで開かないの。なんだ、クソ、開かないぞ。そんな、外から鍵をかけられたんだと思います。ここを元倉庫だから。いや、内側からも開けられる仕様にはなってるはずだろ。それじゃあこうなることを予測して鍵を持ってきていたのか。こうなっちゃう可能性あるから内側からもかけられないとおかしいでしょ。くっ、誰か助けを呼ばないと。開け、おら。え、もしかしてその金属製の扉、いや木製ならともかくさ、この金属、あー、いた、怖っ、この人、うそ。無理だって、金属製の扉は。くっ、あ、今夜なんだ。糸倉は、じゃあ扉こじ開けるまでに結構時間かかったってことか。すっかり日が暮れてるけど、君、さっきこっから女の子が出てきたよな。2年生の糸倉琴子。あれ、君、あ、いや、さくらくんじゃないか。糸倉さん、あ、ああ、見ましたけど。どっちに行った。校門から外に出て行きましたよ。外か、ありがとう。今の子ロボ部のさくらくんかと思ったわ。糸倉さんに懐いてたし。いやー、こうなっちゃうと糸倉は景品同盟に守られてるんじゃないの。くそ、時間食っちゃったよ。喧嘩の後のセリフみたいなこと言ってる。糸倉は、八神さん、八神さん、あれ、あ、あ、なんだ、普通にいるじゃん。糸倉、今となっては反省してると思うんだよな、ね、ケント、あなたは下がってて、多分いない方がいいと思うから。そうだな、刺激するから、ケントの存在が。あ、うん、そうだよな、わかった。ケントちょっとくらい活躍してくれねえかな。まあ星野くんもしなかったし、ないか。糸倉、糸倉、慣れない運動なんてするもんじゃないね。ボイス付きだ。中には走っただけでもう無理。話を聞いてくれるか。あ、ボタン押さなくて良さそうだな。察しのいいあなたのことだから、物質の状態を見ただけで私たちが何を話すつもりか分かったんでしょ。賢いもんな糸倉は。でもケントと違って現時点では仮説に過ぎない。私はあなたがプロフェッサーだったなんて信じたくないの。いやでも鍵かけて逃げたのが答えでしょう。俺たちの推理が間違ってるなら否定してくれるか。下打ち、どうなんだ。ダサいな、探偵が自分の推理に自信を持てないなんてさ。そう、私がプロフェッサー、元文化祭実行委員の生徒たちを非行に導いた張本人だよ。まあそうだよな、そうだよ。嘘、そんなのありえない可能性を排除していった結果、残された可能性はそれがどんなにありえなさそうに思えても真実に他の。そのセリフ前にも言ってたな。そうでしょ、
天沢先輩。探偵なら真実に向き合わなくっちゃ。どうして？あなた、ミスケンで楽しそうに過ごしてたでしょ。それなのに、なんで。話してくれ。どうしてお前はあんなこと。まあ、ミスケンに入ったのは復讐始めた後だもんな。最初はずっと家にいて暇だったから、なんとなく裏サイトを立ち上げてみただけ。そしたら、いろんな奴が書き込みするようになってね。親や教師に不満を持っている奴、楽して稼ぎたいやつ、ムカつくクラスメートにバレずに復讐したいやつ、人の骨をぶち折りたいやつ。私がそんな連中の望みを叶えるプランや手段を提供してあげてたら、なんか評判になっちゃってね。いつの間にかプロフェッサーなんて呼ばれるようになってたんだ。その噂を聞きつけて景品同盟が接触したのか。飛行に走らせるよう計画したのは復讐が目的。復讐？まあそうかな。嫌な奴らを排除すれば学校に戻りやすいって思ったからね。あ、だけどもうどうでもいい、そんなことは。お待たせしてしまいましたね。あ、プロフェッサー来た。古賀だ。やっと会えたな、古賀。なかなか姿は現さなかったけど。申し訳ありません。古賀を呼びつけていたのか。どうやら時間稼ぎをしていたようですね。なるほど。古賀アホじゃないもんな。落ちたな。ケントと違って女子高生にたからなきゃいけないほど金に困ってんのかよ。いい煽り方するな。聞いてる。やれやれ、あなたという人は見た目や年齢でしか物事を判断できないようですね。何？彼女のハッカーとしての能力はすでに一級のものだ。我々はその能力に惚れ込んだからこそ付き従っているのです。つくも氏とハッキングバトルさせたくなるな。女子高生だからどうのこうのという次元では考えていない。まあ狭い価値観でしか考えられない。あなたのような人間にはめちゃくちゃしゃべる。理解できないかもしれませんが、そんなに聞いたか、さっきの煽り。そもそもハッカーの世界に年齢など関係ありません。相当カチンときてるじゃん。例えばアメリカでは国防省が自身の公式サイトをハッキングした高校生を表彰さえしてます。ペラペラ喋るな。そんなに恥ずかしいと思ってんのか。暗号通貨の詐欺に女子高生に頼ってんの。16歳の少年が数千万円を稼いだ事件もありましたね。喋りすぎよこいつ。南米では犯罪組織が子供たちにハッカーとしての訓練を施しているなんて。だから子供に頼るのは恥ずかしいことじゃないんだって。それほどまでにハッカーとしての才能は若くして花開くものなのです。へえ。我々はそんな彼女の才能を支援し、新景品同盟をさらに大きく飛躍させていくつもりです。ずっと一人で喋ってるこいつ。さらに大きく飛躍させる。古賀、お前何を企んでる。飛行の支援なんかで満足するはずがねえとは思ってたが、ダークウェブにブラックマーケットを作る。ほう。それが我々の次なる計画。そんなこと言っていいの。賭博サイトや裏サイトそのための下準備に過ぎない。お前そんなにおしゃべりだったっけ。ブラックマーケットだと。私の会社古賀商会では数年前より銃器などのアンダーグラウンドな商品を扱ってきました。そういえばカムロ町でも一般人に。あ、あそんなこともあったっけ。これはジャッジアイズの時だよな確か。このシーン、カムロ町でも一般人に拳銃を売りさばいていたな。ああ、ジャッジアイズの時の話。現実の地下経済のマーケットはすでに飽和状態です。我々のような新参者が既存の勢力の間に割って入ることは難しい。だがダークウェブにはまだ未踏の大地が広がっている。その上ダークウェブは秘匿性と匿名性が極めて高い。なるほどね。にもかかわらず日本にはまだ決定的なプラットフォーマーがいないのです。ずいぶんおしゃべりだなマジで。ダークウェブはなんでこんなにおしゃべりだろこいつ。裏社会の人間にとっての
ブルーオーシャンと言えるのです。ああ、そうなんですか。糸倉、これはお前が望んだことなのか。古賀みたいな半グレと手を組むことが。そうだな、最初は暇つぶしだったのに。いいのかこれで。はぶったりはぶられたり、もうそういうのにはうんざりなの。ミスケンでははぶられてないだろ。あの日からずっとそう思っていた。高梨さんは後悔してたじゃん。そのためにパパ活までして。やはり文化祭実行委員でのこと。いやー、これは本当に大きな出来事だったんだね、彼女にとって。それはよくわかるよ。ああ、まだ引きずっていたのか。学校を出た後も、会社に入った後も、この先ずっとそんな悩みが続くと思うと吐き気がする。はぶられるのを怖がって、他人に気を使って、ずっと我慢して苦しんで生きていくなんて。ロボ部ではありのままだったじゃん。だから私は手に入れたの。必死になって勉強して、一人で生きていける力を。はあ。糸倉さん。さあプロフェッサー、そろそろ。いやー、ロボ部での活動は彼女を変えたはずだけどな。冷えますから。丁重に扱われてる。子が待たせたね。行こう、仕事進めるから。糸倉待てよ。本当にいいのか、そいつらと一緒に行っちまって。もう決めたことだから。八神さん、これ以上邪魔立てしない方がいい。あ、あなたの隣にいる女の子がどうなっても知りませんよ。甘さを使って脅してきた。うわ、当然持ってるよなこいつらは拳銃。そうやってそこを動かないことです。追いかけてくるようなら、その子の額に一瞬にして穴が開くことでしょう。そんなリスクの高いことこいつらもできないはずなんだけど。まあでも。糸倉さん、どうして。動けないか。こいつは面白くなってきやがったぜ。ここからは、まあプロフェッサーを突き止めるところをここまでやってきたけど、こっからは糸倉を引き戻す話になるんだな。八神さん、どうしたらいいのでしょう。あいつ震えてた。え？え？あの、どういうことですか。とにかく俺は糸倉を追う。戻ってきてくれるでしょうか。糸倉さんは彼らと行くことを望んでいたようですし。いや、まあロボ部での活動があるから、糸倉のことは八神の方が理解してるかもな。もしかしたら天沢さんより。説得してみるさ。裏社会の連中なんかと関わったらおしまいだ。それに天沢、部員が道を誤ろうとしているなら放っておくわけにはいかない。俺はミスケンの顧問なんだからな。あ、そうでしたね。ロボ部の指導員でもあるしな。それともう一つ、天沢、大事なことを忘れているぞ。真の名探偵ならば、お、事件が起こる前に防ぐべしだろ。あ、ここはボタンを押す必要はあるんだ。勝手に進むかと思ったけど。ふふ、そうでしたね。弱気になっちゃダメですよね。一度部室に戻ろう。これからの作戦を立てたい。ええ、わかりました。ちょっと桜くんとか呼んでこようぜ。あいつの説得聞くって。ロボ部の桜くん、あ、ケント、いてくれたのか。糸倉は行っちまった。神経品同盟の小賀ってやつに連れられて。え、なんで誘拐。うん、いえ、糸倉さん本人も望んでるようだった。お前ほんとずっとアホそうだ。お前ほんと星野くんだな。どうするの。でもまあ、ケントだって心配してくれてんだな、糸倉さんのこと。放っておくわけにはいかない。そっか。
そっか。まあそうだよね。糸倉のやつどこに行ったんだろう。やっぱ半グレのアジトとか神経品同盟のアジトか。いや、あ、ロボット部での調査の時、奴らのアジトらしき場所を突き止めたことがある。いやー、でもあそこは下っ端しか使ってなさそうなしょぼいアジトだったけどな。だがそこは一度俺に場所がバレてる。すでに拠点を、まあそうだろうね、移してる可能性が高いな。そっか。だが、ただ一つだけ手がかりがある。実はあの車のナンバーを覚えておいたんだ。さすが探偵さんだぜ。なるほど。え、いや、ナンバーを覚えるって、まあこういう時基本かもしれないけど、なかなかそこまで頭回らないよね。さすが経験値が違いますよ。え、いつの間に。さすが、念のためにな。だがナンバーが分かったところで警察でもなければ追いようがない。警察に通報する？未成年の誘拐ってことで。それしたくないんじゃない？いや、まあやったことを考えたらちゃんと糸倉も警察に突き出されるべきなのかもしれないけど、そうしたくなさそうだよな。いや、それは最終手段だ。そうだよね。通報したら糸倉がやったことも問題にならざるを得ない。できればそうしたくない。そりゃそうか。手分けして探します。神経品同盟が偉人町を拠点にしているなら探す範囲は限られています。いや、さすがに3人じゃ無理だって。いや、3人じゃないんじゃない。今までやってきた仲間たち、ロボ部とかさ、偉人町って言ったってすげえ広いんだし。そうだよね。ん？いや、その方法ありかもしれない。ん？え？ナンバープレートが分かってるんだ。だったらあるはずだ。糸倉の乗せられた車の行方を知る方法だ。知る方法が？まあ、つくも氏に頼むわ。この場では一番最適解かもしれないな。多数の生徒による人海戦術、これもなくはないよな。やっぱ今までの活動で学校内に八神の仲間いっぱいいるもんね。これもちょっとあるよな。まあ手っ取り早いのはつくも氏じゃないの。つくも氏は他にも仕事抱えてるからこんなこと頼んでいいのかっていう問題はあるけど、ペンダントの解析とかも頼んでるし、クワナの。俺の知り合いにつくもというスーパーハッカーがいる。ハッカーにはもうハッカーぶつけるしかねえ。まさか。ああ、つくもさんですか。ああ、知ってるもんな。一回会ってるもんな、天沢も。あいつに頼んでみよう。道路には車のナンバープレートを撮影し記録する警察の監視カメラが多数設置されている。N システムとかいうやつだっけ。それをハッキングしてもらえば、さすがにリスク高いのでは。いくらつくも氏でも。警察のシステムは。さすがのつくもさんでも無理では。国家権力のシステムですよ。まあそれもそうか。そんな危ない橋渡らせらんないよな。つくも氏ならまあできるかもしれないけど、バレたら大変なことになるしな。それに警察の監視カメラの設置場所は国道や主要施設などある程度限られていると、ものの本で読んだことがあります。そう、高速道路とかに多いんだっけ。 N システム、偉人町の入り組んだ路地までカバーできてないでしょうし、さすがにな。いずれにせよ監視カメラから割り出すのは困難だと思います。それでもできそうだけどな、つくも氏だったら。最後の手段としては試してみる価値もあるかもしれませんが、今は他の可能性を検討してみるのがよろしいかと思います。いや、そう、やっぱこれ、ここでもうやっぱ今までいろんな人助けてきた人脈が生きるわけだよ。八神指導員のメイドインヘブンだけで何十人もいるでしょ。メイドインヘブンのメンバー全員使ってさ、これだ。そう、とっておきの方法がある。みんなの力を借りよう。これは八神指導員だからできることだよ。みんな、ついでにマッツンとかも借り出そうぜ。俺がこれまで関わってきたコミュニティの生徒たち、みんなだ。さ、いやー、これはちいぞー。ここで今までのみんなも生きてくるっていうの。3人じゃ広い人長でも数十人ならそうでもない。人海戦術だよ。あ、その手がありましたか。
確かに車のナンバーが分かってるんだ。大人数で偉人帳を探し回れば。そう、メイドインヘブンの出番だよ。実際ここで一番活躍するのメイドインヘブンなんじゃないの。花崎純平、あいつ手伝ってくれるって。ああ、すべてを解決しよう。みんなの力で。キムさんだけは手伝ってくれないと思うけど。キムさん以外のメンバー、お、もしかしてこれみんな揃ったか。ね、ロボ部のメンバーなんかもう糸倉のためなら一肌脱ぐで、最高だぜ。みんな、こんな夜中にすまない。事前に伝えた通り、嬉しい。警察には協力を仰げない。だからこそみんなの協力が必要なんだ。心強いメンバー。事情があるんですね。パパ活、糸倉を救うためではあるんだが、すまん、今は事情を話せない。なあ八神、偶然かな。関係ねえやつもいるが、ここにはなぜか元文化祭実行委員が揃ってる。糸倉ことこを除いてな。メイドインヘブン元ヘッド、その糸倉ことこは文化祭実行委員長だった。あ、そういえばあんたはプロフェッサーってやつをずっと追ってた。今回の件もそれと関係してんの。察しがいいな、ヘッド。さすが元優等生、察しがいいな。ああ、無関係じゃない。そして元文化祭実行委員のメンバーは今回の事態に責任がないとは言えない。そうかも、確かに。そうか、よくわからねえが、察しいいな、お前本当。糸倉のことずっと引っかかってた。いつか責任を取らなきゃならねえ、そう思ってた。僕もずっと気になってた。うん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 。ロボ部でも結局。そうだよな。謝れてないし。車崎。なあ、言うてもね、ほとんど実行委員に顔出しとるんねん。たまんねえ。幽霊部員みたいなもんや。ああ、そうだったんだ、やっぱり。そもそも。お前ちょっと似合わないもんな。だけやし。実行委員。押し切り君だって最初は実行委員に顔出してたでしょ。お菓子だけ食べて帰ってたけど。うわ、らしいエピソード。せやったか。そうだよ。うわ、いいこれ。に対して態度悪かったし。押し切り君ずっと不機嫌でことこの指示最初から無視してたよね。おい、責任感じろ。せやったうん、だから無関係とは言わせないよ。みんな、俺から頼みたいことは一つ。今からみんなに車のナンバーを教える。手分けして偉人町でそのナンバーの車を探してほしい。黒塗りのセダンだ。それとこの作戦には人手がいる。偉人町中を探し回る必要があるからな。できれば仲間にも呼びかけてほしい。メイドインヘブン八神だったら任せて。だよな、あんたのためのお前だよ。メイドインヘブン再結集。いや、生きてくるわこれ。それは頼もしい。いい、八神さん、我々ロボ部も全面的に協力します。糸倉は大事な部員ですから。そうだよな。清涼ラビッツのみんなだって八神さんの呼びかけなら全員すぐに駆けつけますよ。 ありがとな。みんな偉人町で遊び慣れてますから、隅々まで知り尽くしてます。捜索なら任せてください。沖手川、西園、ありがとう。それじゃあみんな、見つけたらすぐに連絡を頼む。はい。いや、たまんねえ。うわ、来てる、メイドインヘブン。糸倉先輩、トドロキ会長までいた。どういうことですか。詳しい事情はわからないだが今は八神さんを信じよう。糸倉さん、ガチ勢の桜。これは部員の危機。桜後輩、どんな事情があろうと全力で取り組むべきだ。は、はい、そうですね。で、沖田川、作戦は。俺たちは俺たちのやり方でやる。作戦はこうだ。清涼ラビッツ、今日は真面目に必死に探すよ。せーの、清涼ホッチャンラビッツ。来た来た来た。プロ、なんだって。せやから、プロフェッサーや。説明してる、一から。プロフェッサーや。バカ野郎、この字はやめろ。日本男子なら日本語を使え、日本語。久しぶり、会長。なんでやねん。メイドインヘブン、うわ、一夜限りの復活だ。こいつら一番頼りになるぞ。気合い入れていくぞ、この場面では。あ、うわ、
やっぱりキムさんいねえよ。キムさんだけは来ねえと思ってたよ。みんなありがとう。いやなんかさっきの矢上さん、なあ、違うコミュニティのやつ同士が喋ってんのめちゃくちゃ良かったな。高梨さんと健也が喋ってたり、今まで関わってなかったやつら同士の会話。またやっぱりね、高梨さんが何だろうな、他のメンバーと比べても糸倉さんに対して思い出があるのも強く出てたし、今のシーン良かったな。八神さん、俺も空手部のやつで友達の女の子に協力してもらうよ。ああだけど詳細は避けてくれよ。うんうん、分かってる。八神さん。八神さん、私も彼らとは別のアプローチで調査をしてみます。ほう。ん？別のアプローチ。糸倉さんのご両親です。はあ。もしかしたら糸倉さんを説得してくれるかもしれません。確かにな、ご両親糸倉さんの不登校に対してどういう気持ちを抱えていたのか、まあ、ちょっとアプローチしてみる価値はあるかもしれないな。そうか。だが、あ、でもそうだな、警察に通報されると厄介だな。ええ。そこはご両親の様子を伺いながら理解を得られそうならですかね。まあ普通に考えたら通報しろって話なんだけどまあまあここでそれを言うのは無粋だからな、物語的に普通に考えたらさっさと通報しろだけどね。そこはご両親の様子を伺いながら理解を得られそうならですかね。そうか、わかった。ではガチ犯罪だからな、京浜同盟がやってんのは。さて、俺は以前ロボ部への潜入の時に見つけた、あん時ピッキングしてたやつね。ああ、新京浜同盟のアジトを見に行ってみるか。確か鶴亀街道東にある山川タオルという看板のあるビルだ。まあ確かにもう情報は何も残ってないかもしれないけど、まあ今当たれるところはそこくらいしかないか。いやー、今のはいいもん見れた。まあ一部ね早川さんはマジで関係なかったし、あとまあガールズバーの子たちとかもね、星稜高校とは関係ないので、この辺だけはちょっと出てこなかったけど、いやまあでも今まで潜入した先のほとんどのやつらが出てきてな。いや特にメイドインヘブンと剣也と、あとまあロボ部は特にね、糸倉さんに対する思い出が違うだろうから部員だもんな。ガチ勢のさくらくんもいるし、この辺りのやつらは頼りになりそうだね。 e スポーツ部とか一部頼りにならなそうなやつらもいるっちゃいるけどいやでもみんなが協力してくれるのこれ嬉しいなー。あーでももうここの数値も 71% まで来てんのか。あーあとはもう糸倉をみんなの力で引き戻すだけだね。一旦ちょっと中断させてもらおうかな、ここで。いやーちー面白い。今他のイベント何も発生しない状態になってんだもんな。じゃあもう次回山川タオルに行って、ああ八神が山川タオルに行ってる間に他のみんなが何か情報を見つけてくれるんじゃないかな。メイドインヘブンも総出だし、戦いになったら轟剣道ジムのみんながいるし。いや本当に嬉しい。このね、今までの潜入先の話がその時だけのものでなく、最後にこうやってみんなのつながりが生きてくるの、俺いいシナリオだと思うぜ。負けてないよ本編のストーリーに。じゃあ一旦中断させてもらいます。また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。